ヨーチャンネル始まるんだよな。今日来たのはこちら池袋西口でございます。はい、おつ、今日来るのは池袋でございまして、池袋さんはね、あの泥酔したね、あのベロベロの回でね来ましたね。背脂ラーメンのはしごの回でね、ベロベロ回でね来たぶりで数ヶ月ぶりでございますけど、まあ、池袋って言ったらね、何でもありそうで、ね、何もねえ街っつってね。いや、そんな街なのよ池袋って。だけどね、池袋ってのはね、飲食店の名店が数多くありますから、その中でもね、池袋ユーザーのね、駅をユーザーのね、胃袋をがっちりとわしづかんだ名店がございまして、そちらに今日はね、向かいたいと思いますんで、どうぞゆるりとお付き合いください。今日来たのはこちら、キッチン ABC 西池袋店さんでございます。創業は昭和44年、変わらない美味しさ、ボリューム、価格、スピードが自慢です。変わらねえということが何よりもありがてえ。ほんでね、店頭にね、もうね、本物かっていうぐらいのね、ディティールのメニューが出ちゃってんのよ。これまずいわけないでしょ。これザ・町の洋食屋、いざ入店。まずね、店内に入ってパチコンとね、このね、写真のメニューがね、ずらりとね、目に映ってくるわけですよ、これね。しかし、どれもうまそうなのよ。これね、左上はこれ名物、オリエンタルライス。ほんで、ポーク焼肉に豚からし焼肉に、ジャンボ焼き、これも名物、気になるね。ずらりずらりずらりとね、夢の国よりも夢の国なのよ。これ参ったね。大人の遊園地だ。ほんでこちらが手元のメニューでございますね。今月のおすすめ、ポークトマト。で、ABC、カニくりつけてもいいし、メンチいってもいい、チキンカツいってもいいよっつってね。安いのよ、1050円。で、メニューを開いて、これがグランドメニューでございます。まず左から、焼肉定食があって、やっぱ名物だね。このオリエンタルライズなのね。で、盛り合わせ系がずらりとあって、サイドメニュー。ほんでこっち右側はハンバーグとかね、肉系、チキン南蛮もこれ人気なのよ。卵メニューもいいね、オムライス。そしてこれがね、気になるオムカツカレー、絶対うめえビジュアル。このオムカレーにカツ乗ってるでしょ。まあ違いねえじゃんよこれ。ほんでね、名物の黒カレーがあって、サービスセット、こんなセットもあるのよ。わんぱくすぎるね。オリエンタルライスに黒カレー、んでオリエンタルライスに黒カレーに、さっきのね、 ABC、 カニクリームコロッケ、メンチ、チキンカツと、やっぱり良心的なんだよね、価格もね。でチキン南蛮のセットにしたら1050円。いやこれめちゃくちゃ迷うんだけども、王道名物いっちまいましょうかね、これね。でこちらがお箸に卓上調味料、ありがたいね。ドレッシングごまドレでね、これは醤油で、こちらが七味でございますかね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でこちらね、セットのチキン南蛮、定食だと2枚だけど、このセットにすると1枚と。でほんでこちら味噌汁、味噌汁がありがたいのよ、こちらね。まあ、具はね、そこまで多くないですけども、じゃあこれ、豚汁かな、これね。もう、ここの心意気、ありがてえのよ。いただきます。まずは味噌汁浮かせてちょうだいよ、まずね。家庭の味が過ぎるって、これ、なんだよ、これ。で、こちらのキャベツの方には、こちら、ごまだれ。ごまだれか、これ。ごまだれを、さらさらさらと。完全にオニオンソース、ごまだれじゃございません、ね、オニオンソース。ちょいとチキン南蛮ちゃんね、ちょっと端の方にね、まずメインディッシュからいかせていただきますよ、これね。きっちゃいました、こちらね、オリエンタルライスと黒カレーのセット。これ、ね、甘辛の豚肉にニラに玉ねぎに、そして真ん中に卵黄、これがオリエンタルライス。まずいわけがねえんだから。こちらも名物黒カレーでございます。ほんでね、このね、手前にちょこんとね、真っ赤な藤抜けがアクセント。うーわ、これ映したら吸い込まれていっちゃうんだから、まあ重力感じちゃうね、これね。ズームインして、パッコーリー。いった、これうめえぞ、これ。まずは黒カレーからいかせていただきます。
ぞ。この漆黒のカレーはね、濃厚かつスパイシー。うわ、うめえな、これ。これ、後味がピリッとスパイシーなもんで、この卵黄がまたね、絡まってうめえな、これ。もちろん忘れちゃございません、こちらのねオリエンタルライスね、甘辛の豚肉とニラってのは鉄板、これもね卵黄絡めて、卵黄を絡めていかせていただきましょう。甘辛にニンニクが効いてんな、これ無敵、どこ食ってもうめえんだから逃げ場なじゅう、これ。ほんでね、これね、サラダで一旦落ち着こうって言ったってね、落ち着きはしねえんだから、サラダってうめえんだからさ、このソースうめえんだ。うまみの暴力待ったなし。この黒カレーとね、オリエンタルライス。これを絡めていかせていただきましょう、これね。贅沢なプレート。うめえとうめえが合わさって、それはうめえのよ、無敵なのよ。ちょいとね待ちくたびれたかな、これね、チキン南蛮さん、あららら、行かせていただきやすね、これね。タルタルも豪快にかかっちゃって、このね心意気の良さよ、このチキン南蛮にねタルタルぶっかかりすぎちゃってんだから、これはね心意気と言わずして何と呼ぶの。あっちゃ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 、すいません。濃厚、この黒カレーの上にチキン南蛮、チンザの、そしてオリエンタルの肉をドバドバっていっちまいましょう、これ。ここは本当に町の洋食屋の最高峰でございますからね。みんなの町に、俺の町にも、私の町にも、こんなみんなの台所みたいなところ欲しいよ、これ。うまっ、これ一回落ち着かなきゃダメだ、苦心好きで落ち着かないわ。あ、マジで幸せだ、この苦心好きのさ、程よい甘さ、程よい甘さで食いやすいの、これ。俺一回休憩するって言ったけどさ、止まれない、止まれるわけがない、こいつで止まれたら大したもんよ、これ。ほんで店内の雰囲気がいいね、またね。まあ店自体はね、そんなに広い店じゃないんですけども、本当にね定食屋のサイズ感、まあ、分かりやすく言うとあの松屋とかね吉野屋ぐらいのサイズ感なんですよ。でそこにね隣接してキッチンがあってね、町中華ぐらいにこう大将がねジャカジャカジャカっとね鍋を振る音がね聞こえるわけですよ。この BGM ってのは最高の BGM だね。